きまして、ガンチャーレ号です。本日は、北根調教師にご来場いただいております。一言メッセージの方、よろしくお願いいたします。こんにちは、調教師の北根です。ガンチャーレ号なんですけれども、スクリーンヒーローの、参加が、欲しくて、オーナーに、お願いして買っていただいた子なんですけれども、2歳の中京、那須の中京で新馬を下ろし、7歳のクレバで、実に42戦、故障という故障が、1回もなく、タフに活躍してくれました。お手元の資料にもありますように3着内率が40何パーセントという、なんか本当にもう今となってはなんか信じられないぐらいの実績残してくれて、本当によく頑張ってくれたと思います。本当にちょっと夏の方が弱いので、本当にウィークポイントの少ない馬で、調教もよく動いてくれましたし、そのタフな活躍を子供に伝えていただもらったらいいかなと思っております。他にもスクリーンヒーローの後継種牡馬2頭おりますけれども、その馬に負けないぐらいの活躍をしてもらいたいと思っております。皆様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは、事務局のように、説明させていただきます。体高162、8歳です。父はスクリーンヒーローで、本馬、ガンチャーレは年度代表馬のモーリス、ゴールドアクタに続く、3頭目の勝馬となります。母は中央サーヤで、母の父はディアブロです。母系は名門ロゼッタの血統で、大花賞馬夏の香り、大くす馬夏の違さを出しており、日本に長く根付いている血統です。近親にはパワーシーダーが中京記念、バイスシーダーがニュージーランドトロフィーを制しています。本馬の競争成績ですが、2歳の、2戦目で初勝利を飾り、3歳の新山記念ではナビオ、ダッシングブレイズを抑えて重賞初制覇を挙げております。その後も6歳ではスワンステークス3着、キャピタルステークスでは後のスプリンターズステークス勝ち馬タワーオブロンドンを破り入賞、引退の年の昨年も落葉ステークスを勝ち、マイラーズカップに2着、安田記念では勝ち馬に0秒2差の4着と、先ほど北根調教師も申しておりましたが、最後まで、丈夫に走り続けました。主に芝 1600m を中心に走り、42戦5勝、2着9回、3着5回と、3着以内率が、45.2% と高く、毎年賞金も堅実に加えて獲得賞金2億8000万円となっております。本馬は、入厩してまだ1ヶ月しか経ってないので、まだ線の細いままですが、毛艶はイーストスタッド内で一番と言えるほどの代謝の良い馬です。体高から、見ても決して、大きな馬ではありませんが、体の使い方が上手で、保養にも現れていると思います。種付け料は産駒誕生条件で、牡馬誕生の場合25万、牝馬誕生の場合は10万円と、非常にリーズナブルな価格設定となっております。よろしくお願いいたします。はい、OK です。